爆食まずみさんチャンネルでございました。ということでですね、今回はですね、中目黒83にやってまいりました。お久しぶりかなになっておりますね。で、今日はですね、はい、もう一つのあのメニューを食べていきたいと思いますので、行きましょう。あった、ありました。あ、本当だ、ちょうど1年11ヶ月前です。いいですか、 OK であれば。じゃあ行きますね。はい、うわーすごい、すごい、はい、ありがとうございます。今の食べ物をお待ちして、はい、ということで早速店内に入ってきまして、とんでもなくいいものを見つけてしまいました。ご覧ください、こちら食べ放題飲み放題、なんと2時間半も食べ飲み放題ができて、見て、女性3500円ということなので、私は今日はこちらの方で楽しんでいきたいと思います。そしてなんとすごいのが、ここに載ってるメニュー全部食べ放題なんだって、食べ飲み放題なんだって、いいんでしょうか。はい、ということなので、まあ、ちょっと細かいルールはね、こちら読んでいただいて始めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではスタートで大丈夫ですか。はい、はい、いただきます。じゃあ始めていきましょう。まずは生鯛からです。生鯛も飲み放題に入ってました。はい、乾杯。あー、うまっ、最高。じゃあいきますか、ちょっとこっち1個からいこうか。いくぞ。これはちょっと緊張の一瞬だな。いきます。うわー、うわ、すごネギ、やば、うわ、え、見てこの最強の断面じゃん、すごい、うわうわ、すいません、箸でいきます。素人なんで、いただきます。うん、うん、うん、やばい、麺がパリッパリで、このキャベツが結構ね、シャキシャキ食感が残りつつ、このネギやばいわ、ネギのせ超美味しい、ハマる。お好み焼きでこんなネギのってんだって珍しいよね、めっちゃ美味しい。これうまっ、この麺の食感すごい好きだわ、美味しい。なんかね、パリ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 になってんだよね、よく焼きで、それがすごい美味しい。焼きそばっていうよりかは麺がもう結構麺の生地みたいな、これうまっ。うん、豚肉かすつなぎもかって選べるんだけど、こっち今すなぎもにしたんだけど、すごい美味しいんだ。このコリコリ食感がまた珍しい、お好み焼きで。
続いてトマトチーズ尾道焼きです。おい、うわうわこんな感じ。すごい。こっちが豚になってます。豚。お、ちょっとなんかね、なんとなくだけどイタリアンな香りがする。うん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 、あ、美味しい。全然違うけど、ちょっと ピザをこうイメージするような、そんな感じの斬新なお好み焼きですね。これ美味しいわ。チーズの甘みが合いますね。うん、トマトを焼いてみる。この下でこうやって、はい、2杯目、乾杯。はい、いらっしゃいませ。やばい、私これ超下手だけど、いい？頑張れ。超下手というか、どうやってやるんだっけ。やばい、重っ。具を焼く？こう。すごい、めちゃめちゃ入ってる。ね、今80の海鮮もんじゃっていうのを頼んで、そこにさらにカマンベールチーズと餅をトッピングしました。なのでオリジナルのもんじゃでございます。うわ、すごっ。失礼します。はい、すごい。で、この間にとんぺい焼きを食べる。すごい。はい、はい。すっごい。めっちゃ広いよ。吉屋名前。はい。ドリアス、ドリアス。うまっ。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。そうですね。あ、やばいわ。うん。本店最高。続きまして、レモネードサワーっていうのを頼みました。やっぱここはあの尾道、広島なのでレモンが有名だから、このレモネードが
ちょっと変わってて美味しそうだなと思ったので。めっちゃうまいじゃんこれ。飲みやす。あ、すごい。なんかつぶつぶしてる。自家製レモネード。うまいね。ね、これをこう広げて広げて。よし。うわ、すごっ。私の好きなもん全部詰め込んだから最高にうまいんだけど。うまっ。海鮮たっぷりだから海鮮のエキスが溢れまくってて、でさらに餅とチーズとトロトロですよ。これは飲み食べ放題だからできる贅沢なやつですね。うまっ。邪道だけど予想います。ソワと粉もめちゃくちゃ合うな。すいません、はい、もう一杯お願いします。もう一杯、はい、はいよ。パンチが熱いな。ちょっと間にあの甘いの挟みます。これはね、あんこ巻きってやつなんだって。じゃじゃん。うわ、うん、これすんごい。クレープ生地っぽいんだけど、もっともちもちの生地にこのこしあんがくるまってて、
手の上からメープルシロップがかかってんだけど、なんか和とこのうまい感じのメープルの和洋が合わさってすっごい美味しい。これうまっ。まあ、これわかきバターだそうです。これこんな美味しそうなものに気づいてなかった私。途中からのおつまみいきます。まあ、大事よね。やっば。何これ、カキブリンブリンなんだけど、めちゃくちゃうまい。これうまっ。大大ポン酢、オリジナルのポン酢だってさ、すごいね。これをちょっとつけて食べて。うまっ、うまっ。すごいさっぱりしてるポン酢だね。すっごいうまいわ。バターも。はぁ、うまい。うわ、最高。あ、はい、そしてなんと焼肉始めましたということなので牛カルビです。うわぁ、すごい。うわ、お好み焼き屋さんの音じゃない。これなんかね、自家製のタレをここに漬け込んで、お肉にまず漬け込んでて、さらにかけるつけるタレも自家製なんですよ。超美味しそうなんです。はい、いきます。なんこれ、すげーうまい。甘じょっぱい感じのタレで、結構パラッとしてるタレなんだけど、この甘さと食辛さの加減がベスト。レモネードサワーが美味しすぎてハマった。はい、乾杯。
で、ラストオーダーがちょうど来たので、そこで美味しかったデザートのあんこ巻きと、ラストにこのレモネードさんをもう一杯注文しましたので、はい、ラスト乾杯していきましょう。はい、ラスト乾杯。ラスト乾杯じゃない、ちょっと気の意しないよ。いやー、これはね、すごくいい締めですよ。白のあんこ巻きは、はい、ラスト。はい、ラスト乾杯。飲んだ。はい、飲んだ。はい、食べた。はい、ということで完食いたしました。もうね、ちょっと今あのお店の方に計算してもらったら、なんと3倍以上、はい、食べましたので、食べ飲みしましたので、はい、私はかなりお得な食べ飲み放題2時間半を過ごさせていただきました。ごちそうさまでございます。マジでちょっとどれ頼んでも美味しすぎてですね、これは頼みすぎちゃいますね。わかんないけど、お好み焼き屋さん来て焼肉頼むだから、なんか私的には食べ飲み放題頼んじゃって、こうバーって頼んで好きなもの食べて飲んで、まあ、幸せになっちゃいましょうよと、そういう風に思いましたね。はい、そしてなんと朗報なんですが、店長がですね、なんとですね、私のために今日もしかしたらラーメンのデカ盛りも食べるかもしれないということで、すり鉢をなんと買ってくれてたんですよでも今日はもうお好み焼きの気分で来ちゃったから、お好み焼きにしたんですけど、もうちょっと近々ぜひともそのすり鉢を使わせてもらいたいなと、そんな風に思っておりますので、またすぐに来たいと思います。ごちそうさまでした。はい、この動画がいいと思ったら高評価、私のことが気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またね、ありがとうございます。